調査部というのがあってですね、はい、交通解析を主にメインでやってる部署があるんですよ、はい、多分それは沖縄ではよそにはない一つの特色かなと、はい、BYC 関係とか水系関係とかそういうのは、はい、我々の方が多分沖縄ではできる会社は、まあ、自慢じゃない、はい、多分我々だけだろうというふうに自慢してますけどね、はい、これが丸見大橋、あ、これが去年でした、はい、日本コンクリートなんて PC、うん、表彰受けたよね、去年ね、うん、これはもう役所が起きてるけど、うん、はい、役所が北部土木事務所が沖縄県の方で、PC コンクリート学会って何て技術協会か技術協会の方で表彰を受けた橋の設計なんですよね、うん、はい、あ、それを御社でご担当された、そうです、まあ、建設技術研究所さんとの JV で、あ、なるほど、はい、表彰受けたのは発注元の北部土木事務所なんですけどね、うん、データ量が多いもんですか、さっき言ったように交通量にしても、容量のデータにしても、はい、特に最近、容量が大きいですよね、はい、そのまたデータをのみんなで活用しないといけないですから、今、はい、一つの業務というのは一つのプロジェクトですから、はい、それをまとめる、ここの方がデータを持っててもしょうがないんで、これをまとめるようにということで、今、ファイルサーバーの方で全部管理してるんですよ、はい、でただこれ もいっぱいになってきてるもんですけど、前回もそうなんですけど、ブレードサーバー、ちょっと導入いたしまして、結構な費用をかけましてですね、これで全部社内で活用するようにっていうのはしてます。やっぱ協力関係のソフトですね、それは今度あるんじゃないかなと思ってますけど、製品的には課題としては問題ない、あ、そうですか、素晴らしいと思います。あ、そうですか、あの、その素晴らしいって言うと具体的に申し上げて当初ですね、これ交流するときには前は他社とやっぱりこう企画されたんですね、やりますね、うん、これ、まあ、まず入力が、まあ、家族の中ではしやすそうだと、はい、それであとは、アウトプット打ち出しの方がちょっとまあ報告書を形式でからで綺麗だったんで、まあでフォーラムを選定させてもらったんですが、はい、まず初回の段階でですね、はい、まあ、それからずっとフォーラムなんですけど、はい、す解析でデータとかを、はい、まあ、短縮時間、あ、時間がどのくらい短縮できるとか、はい、まあ、渋滞もそのどういった形で渋滞をする可能性がありますよっていうのは一応できるではあるんですけど、はい、今後はまあやっぱり役所とか分かりやすいデータってことで、やっぱりこういった次に、これ分かりやすく説明していくべきなのかなっていうのは、ちょっとそういうのは思ってます。中央建設コンサルタント頑張るぞ。おー